はい、じゃあよろしくお願いします。どうも、ハイキです。えって感じでしょまあちょっとね、勉強チャンネルで勉強じゃねえじゃんって感じかもしれないんですけど、生チョコを作っていきます。ざっくりいきさつをね話すと、まあこれね、自分もともと料理とかお菓子作りが好きなんですけど、リクエストをね毎年もらってて、たらまあ勉強チャンネルやしなって思ってたんですけど、リクエストをね、やっぱ今年もいただいてて、なんだ、バレンタイン前にね。そう。で、まあ、普段料理全然しない女の子たちから、簡単に作るようないですかって質問が来たんで、まあ、普通にネットを開けば、なんか生チョコレシピとか出たら全然出てくるんですよ。さあ、まあ、多分俺の似たようなやつもいっぱい出てくるんですけど、まあ、ね、せっかくなんで、まあ、単発で1回だけなんですけど、よかったら、まあ、見てみてください。じゃあ普通に作っていきますんで、どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ改めましてよろしくお願いします。で、材料なんですけど、まあ、最初に映ったように、まあ、チョコです。で、基本的には自分はこの明治のこのチョコをね使うことが多いです。そう、別にガーナだったりとか何でもいいっす、正直。味はこだわってないです。普通に食べたらそこそこ美味しければいいかなっていう発想なので。で、なんで俺がチョコ作るかっていうと、塾講師やってた時に、やっぱ塾講師ってまあおまけでもらうわけですよ、チョコ。バレンタインに結構ね、たくさんもらうんですけど、で、まあ手作りでくれる子もいれば、市販のをねくれる子もいて、で、市販のをくれた子には市販のもので返すし、手作りでくれた子にはホワイトデーで手作りで返すっていうのは自分の中のルールだったんで、まあその時に作ってたり、一番得意なのはね、スイートポテトなんですけど、まあ生チョコとかも作ってたんで、ちょっと紹介していきます。で、その明治なんですけど、これ本当別に全然合わせなくていいんだけど、これ明治のブラックね、ブラック1枚と、これがねハイミルクです、甘いやつだね、赤いやつ、これ1枚と、で、普通の一番オーソドックスなミルクチョコレート2枚みたいな感じでよく作っていて、で、これ1個が 50g なんですよ。で、ホワイトチョコは確かに 40g ちょっと少なくなるんですけど、で、これが 50g でかける4でちょうど200なんだよね。で、自分生クリームとチョコの比率が2対1でよく作るっていつもしてて、だから 200g と、生クリームが 100g、 だいたいこれの入れ物 200g なんで、あ、 200ml かなんで、その半分で作ることができるみたいな感じ。基本的な材料はもうチョコと生クリームと、ココアパウダーですね。これがあれば大丈夫。ごめん、焦点見て。焦点合ってないからごめんね。で、まあ材料的には、まあ100円ちょっとかな。100円かける4。400円で、まあ200円弱。で、これも200円弱ぐらいかな。だから、まあ材料的には800、まあ1000円はいかないぐらいで、まあそこそこの数が作れるので、もう超本命の彼氏とか、ね。時はまあ全然そんな作んなくていいんですけど、まあそこそこの友チョコとかだったら全然いけるかなと思いますんで。で、やる工程も非常に楽です。で、まず、このチョコね、作り始める前に冷蔵庫に入れとくといいです。これで砕くんですよ。そう、がっつり砕いていくので、ちょっと溶けやすくなると、溶けちゃうんだよね。だから冷やしておくと砕きやすいです。で、砕く方法なんですけど、包丁の柄とかを使ってバリバリ削って、切ってもいいんですけど、普通に手で割っても全然構わないです。うん。出来上がりでそんな俺みたいに大型みたいなこだわんないでいいんだったら、まあ手でパリパリやったらいい。はい、ということで、例えばね、まあこれジップロックみたいな、まあもちろんちゃんとしたこう封ができしなくてもいいんですけど、こういうとこにまあ軽く砕いて入れるじゃないですか。で、パキ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 折って、で、まあやるといい。まあ手で普通に自分やっちゃうんですけど、例えばね、いて、で、まあこれやりながらちょっと同時並行でできる方は、生クリームを、そう、まあ、こういう動画撮るの初めてなんで、ちょっと許してほしいんですけど、そう、測るやつは？はい、ということで、段取りが悪いよね。で、まあ、測りで100も測りましょう。で、お菓子作りは、結構ね、適当にやってしまうと、量を、それだけで、まあ、生チョコぐらいやったらね、そんな管、がっつりはおかしくなんないんですけど、結構しっかり測った方がいいです。めんどくさいんですけど。で、まあ、100測ったら、フライパンにね、まあ、入れておくと。生クリームを。で、これ、先に行ってしまうと、これを温めるの。生クリームをね、ちょっと映るわ。生クリームを温めて、そこにチョコを入れて溶かすというね。それだけです、やること。そう、それでもほぼ終了なの、やることはね。
ただポイントとしては絶対に沸騰させちゃダメなのこの生クリームも。そう焦げちゃうしね。だから一番火を弱くして一番弱火でね、どうすればいいかな、こんな感じ、すごいとろ火みたいな感じにしてやるといいです。まあ、火使うとき普段慣れてない方はね、お母さんとかにちょっと協力してもらってやった方がいいんですけど、で、わりかしあの量が少ないんですぐ来ます、火が。だからちょっと見てもらって少しでもブクブクしたらすぐ止めちゃって構わない、チョコが溶ければ構わないので、じゃあその間にチョコ用意しましょうか。ちょっと手元に行った方がいい。いや不思議な感じっすね俺今夜の11時何やってんだよってまあ許して、今回1回聞いたからさ。で、まだ大丈夫かな。で、なんでこうちょっとね全部用意しちゃうかっていうと、自分の手の体温でチョコが溶けちゃうんですよ。だからまあちょっとねこの砕くところはスピーディーにやれるといいですね。あまり手で触れてる時間が長くない方が、うん、溶けちゃうからね。このジップロックとかについちゃうからさ、チョコが。でも急いでこの銀紙間違えて入れないようにね、この例えば友達とか彼氏にあげた時になんか銀紙入ってたんだけどとかさ、嫌じゃん。そうそう、だからこう銀紙がつかないようにここ気をつけてね、取ってください。一応ジップロック使おうか、じゃ今回。普段はね、普通に包丁で砕いちゃうんですけど、まああれだったら入れてもらって、まあ、引っ越すのがいいか、こうね、入れるじゃんか。そしたら適当に割るんですもん、こうやって。そう。で、結構、溶けるまで、なんだろう、ちょっと待ってね。よいしょ。あのね、時間かかっちゃうんで、できれば細かくできるといい。で、さっきも言ったように、あんまり手で触ってると、自分の手のね、温度で溶けちゃうんで、それを気をつけながらって感じですね。ちょっと温まってきたかな。で、ある程度温まったらもう止めちゃいます、自分は。よいしょ、なんかよいしょ。例えばこういうね、こういうのがあれば、例えばちょっと今夜なんで子供寝てるんであれなんだけど、こうやってガンガンってやった方が自分の体温もなんで溶けにくいからさ、よかったりとか、こうやってやっても、ちょっと空気抜くね。ちょ、映ってない手元が。よいしょ。あのね、ちょっと空気抜いて、例えば、こういう感じで、やると、割とバキバキ、砕けます。まあ、自分の、よいしょ、体温もね、映らない、溶けにくいしね。ちょっと時間かかるかもしれないけど、まあ、入れちゃいましょう。で、入れていきます。で、徐々に入れた方がいいって、書いてあったりもするんですけど、自分それめんどくさくて全部いきます。まあね、その徐々に入れた方がまんべんなく溶けるっていう利点はあるんですけど、そうで、まあね、何でもいいんですけど溶かします。で、ね、ちょっと持ちながらでごめんよ、映るかな、こんな感じで、まあ、溶け始めるので、ただチョコの温度が低いからうまく全部溶けきれない時が出る。その時は、まあ、火をね、つけて溶かして構わないんですけど、見えるかな？チョコがすごいねっとりしてるんで、火つけるとかなり焦げやすいです、ここ。だから、火を入れても、ちょっと火入れたらすぐ止めて、みたいな感じで焦がさない努力だけは気をつける。やる工程ものすごい少ないんですけど、ここで焦がしたらめちゃくちゃ美味しくなくなります。そう。っていうのだけ気をつけてください。まあ、こんな感じでね。正直ね、やってることは本当に、お菓子作りの中ではものすごい、なんだろう、簡単な、料理というか、お菓子作りだと思ってて、でも、まあ、生チョコ嫌いな人とかもいるんだよ。普通に硬いチョコの方が好きっていう方もいるんですけど、自分は生チョコすごい好きでね。で、やっぱり生チョコって買うとちょっと高いですよ。市販で買うとさ。だから、まあチョコはさ、もう普通にこの明治の美味しいチョコを今使ってるじゃないですか。でそれに生クリーム足しただけなんで、味は絶対に美味しいの、焦がさなければ。だってこのチョコの味だからね。そうで、しかもあの柔らかいちょっと生チョコの食感で食べれるってなると、それなりにやっぱ喜んでもらえるので、
おすすめです、個人的にはすごく。そうで、ほんとここを、まあ、やる工程は砕く、混ぜる、まあ、溶かすみたいな感じでしょ。でこの溶かすでほぼ終わりなんですけど、見にくくてごめんね。これね、溶けてるように感じるんだけど、随所随所に固形が残ってるのね、ちょっと塊が。でこれは滑らかになるまで頑張ります。残っちゃうと結局、この後冷やすんですよ。これ冷やすんですけど、冷やした時も固形が残ってしまうので、ちょっと火入れるね。でちょっと弱火で少し自分はね、こうあの鍋を外して混ぜます。で下のところをね、本当にすぐ止めちゃうんだけど、こうやってよいしょ。やべえな、料理の時ぐらいちゃんと拭きやがった。普通にパジャマのスウェットに、あの一応エプロンはね巻いてんだけど。で今回は、まあ、これ冷やして、まあ、ココアパウダー振ってね完成になるんですけど、この後例えばそれにこれに何かを混ぜてみたいな、ちょっとアクセントをつけたりとかもできる、結構アレンジもできたりとかで、今回このね、普通に、例えば家にあるこういう、まあ、タッパーとトレーみたいな、こういうちょっと深さのあるトレーとか、今はね、他のケーキ焼いたりする時もあるんで、こういうのちょっと使っちゃうんですけど、でなければ普通にこういう、なんだ、なんていうのこれ、入れ物タッパーとかでも全然構わないんで、とかにも流して冷やすっていう風にやるのね。で、なんかさ、タルト生地みたいな、ちっちゃいタルトみたいなの生地も売ってたりするんですよ。でそれもちろん自分で作ってもいいんですけど、タルト生地作るのちょっとめんどくさいんで、そういうの買ってきて、これを流して冷やせば、生チョコタルトみたいなのもできる。アレンジはね、すごいしやすいんで、この生チョコはね、滑らかに、もう固形はね、ほとんど残ってない。まあ、こんな感じになったら、まあ大体 OK かなといった感じです。で、流し込むんですけど、よいしょ、失礼。今回このね、こういうまあ入れ物を、まあ普通にさっきも言ったように、こういうトレーとかタッパーでも構わないんですが、まあ流し込んで冷やすんですよ。まあ自分一晩、大体ね、5時間ぐらいでいけるんですけど、まあ一晩冷やすんですが、サランラップを基本的に先に入れておくといいです。サランラップ外しやすいんで、そう、カットするときも楽なんでね。だから、流す前にちょっと今回ね、深みがあるんであれなんだけど、ウィーよいしょよいしょ、まあ、こんな感じで、まあもちろん配る、みんながね、配る枚数でねえや、数にもよるんですけど、いっぱい配りたいんだったら、まあ、こういうちょっと大きめな方にした方が、大体こうやっぱどうしてもね、こうやって敷くじゃないですか。敷いた時に端っこっていうのはやっぱ汚くなってしまうので、綺麗なのあげたかったらこう外をカットしたら中がまあ綺麗で残るのね。だから外にこうなんだ、横に広い方が綺麗なものを配りやすくなります。僕はちょっとねこの大きさでやっちゃいますけど、こんなんでいいかな。ちょっとくしゃってなってますけど、そうね、こうまあそれなりに下にこうピンってね、綺麗に貼ってもらったら、あとは流すだけです。かなりね、とろっとしてるので、まず真ん中ぐらいから流し入れる。で、自分はこれね、まあ全部入れたいんですけど、どうしてもこう鍋残るじゃないですか。まあ、自分もこの時間なんでちょっとやらないんですけど、例えばビスケットとか、お菓子用意してたらこれもったいない、これこのままちょっと舐めるとね、さすがにちょっと濃いんですよ、チョコが。まあチョコ大好きな方はいいかもしれないけど、だからちょっとビスケットとかをこうちょっとチョコをつけて食べたり、マシュマロとかね取っといたらこうつけて食べたりすると、まあなんか無駄なく食べれるかなといった感じです。まあ別にね、捨ててもらっても構わないですけど、自分ちょっともったいないなっていう意識が働いてしまうので、でここから伸ばします。ちょっとで結構ドロドロしちゃってるので伸ばしにくいんですよ。思ったより液状化にならないので、で伸ばしていくと、でちょっとねこの状態だと表面が見えるかな、ちょっとね、まあ、反射で見えるかな、デコボコになっちゃってるので、まあ、このまま出来上がっちゃうんですよ。でココアパウダーを振るのである程度ごまかせるんですけど、もしちょっと見た目をね
すごい綺麗にしたかったらスプーンとかを使って少し平らにこうなんつうんだろうな細まあしたりするといいのかなっていう感じです。自分は基本的に食えればいい精神なのでね、もう適当でしょ。ほんとね、ほんと適当なんよ俺の料理な、料理っていうかこういうお菓子作りもそうですけど、はい、といった感じでございます。ちょっと表面まだガタガタですけどね、見えるかな、それなりにちょっと平らにはしたんです。で、あとはこれを一晩冷やします、冷蔵庫で。はい、で時間ない方はね、さっきも言ったように5時間ぐらいでもいけるっちゃいけるんですけど、できればまあ一晩、うん、冷やした方が確実に綺麗に切れますので、じゃあ、また一晩冷やしていきます。では、はい、ということで、一晩ね経ちまして、チョコもねこんな感じで、まあ、カチコチですよ、もうさすがにね。まあちょっとね後悔してるのは、ちゃんと鳴らせばよかった。これかなりね表面ガタガタ、まあ光の反射でちょっと見えるかな、ガタガタなんで、これ綺麗に鳴らす方がやっぱり見た目的にはいいですね。あの本命でこれ釣る方いるかわかんないけど、まあ鳴らすといいよちょっと適当にやりすぎたねこれはね。で、まあ、ここからまず、まあ、ラップ、まあ、自分のはね下がこう外れるんで、下押せばできるんですけど、普通だったらこうラップをこう持ち上げればこうやって外れるので、で外すと。で、まあチョコカットしていくんですけど、普通に、まあ、まな板使ってね構わないんですが、まあチョコくっついて洗い物増えるのが嫌だなとかだったら、まあこういう感じで、まあ、これ牛乳パックじゃないんだけど、まあリンゴのジュースなんだけど、まあ、こうやって牛乳パックとか開いて、まあ、まな板代わりに使うと、これ最後お湯でシャーって流してすぐ捨てれるんで、まあ洗い物も少なく済みます。じゃあ行きましょうか。で、これねガッチガチに固まってるので、まずラップを取ります。ちょっとね端っこがくっついちゃったんだけど、まあ、ラップこうやって剥がしていくと、よいしょ、ちょっと待ってね、今回ね久々に作ったんだけど、もうちょっと叩けばよかった、トントンってね、空気を抜くともっと綺麗になるんですけど、若干ねこういう感じで穴が、穴これ見えないかな、少し見えるかな、気泡が入っちゃってますけど、ね、まあ切って、で最後ココアパウダー振って終わりです。まあココアパウダーここで振っちゃってもいいんですけど、まあ切ってから振ってもいいのかなといった感じ、個人的には。でココアパウダーが結構こう普通にねこういうとこでやっちゃうと周りがブワーってココアパウダー飛んじゃうので、まあ切って、まあ昨日使ったこうトレイとか、まあ、タッパーとかに入れて、まあ、振った方がココアパウダーが汚れないというか、うん、いいのかなっていう感じはします。どうしようかな、タッパーとかでもトレイ使うか、あ、どっちでもいいんだけどね。じゃあカットしていきましょう。で、まあ友達とかに送るやつはこう端っこの部分はね汚くなっちゃうんで、まあそこは落とす、普通に。でも柔らかいんで普通にこうやってカットしてもらえればよしよし切れます、こうやってね、わかるかな、切れる。で落としていきます。で、チョコがやっぱ生チョコで、まあ、ねっとりしてるので結構ねくっついちゃうんですよ。で本当はこの包丁切ったら一回一回ここ拭き取ると綺麗に切れます。若干めんどくさいんですけど、まあ本当はね濡れ布巾とか作ってもいいし、これ今キッチンペーパーでやっちゃってますけど、ちょっと危ないね、ちょっと待ってね、気をつけてね、これ刃の部分になっちゃうから、こうやってゆっくり拭き取ってからよいしょやった方が、うん、まあ、くっつかないんでね、綺麗に切れますね。で、まあ食べる、まあ送る数とか食べる大きさにもよると思うんですけど、まあ大体一口サイズだと思うので、まあ適当にって言ったらだけど、でこうグッて押さえて、手前までもグッて押さえて、カットしていきます。ちょっとこうやって傾ければね、ストンって落ちますので、でこんな感じ。ちょっと裏だとね、汚いんでこっちで。本当はね、まあ、ちょっと拭き取ろうか。本当はね、ちゃんと綺麗に拭き取った方がいいんですけど、まあ、キッチンペーパーで若干拭き取るだけでも多少は切りやすくなります。よいしょ、まあ、こうやってやって、で、まあ、ちょっと斜めに
すると。であんまりここゆっくりやってしまうと、あのチョコがね時間経過で溶けてしまうので、そこ気をつけてください。でちょっと向き変えて、まあ、こういうね細長いとこは自分で食べちゃってください。よいしょ。じゃあちょっとね端っこを落として、ちょっとねもうまあいっか、まあいこうか。よいしょ。まあこんな感じです。見えるかな、こういうふうにチョコがねできる。でまあ本当はね全部切った後に振ればいいんですけど、まあちょっとね動画長くなっちゃうんで、ちょっとね気泡が入っちゃったけど、よし、今日全部はちょっとやらないですけど、今これでまだ半分ぐらい使って、今ちょっと大きめに切ったんで、まあ、8個こうやってねできてると。であとはこのココアパウダーですね。で今回俺イオンで買ったやつでトップバリューの買ってますけど、別に普通にスーパーに絶対ね売ってるから、あのお菓子コーナーみたいなところにあるからね、大体こうなんだろうな、ホットケーキミックスとかと一緒のとこかな、スーパーだとね。この辺かな。で普通にまあココアパウダー開けてもらって、茶こしというかふるいでポンポンポンできるんだったらそっちの方がいいです。キメが細かいんで口当たり良くなるんですけど、別にそうじゃなくて、別にそこまでこだわんないよってことであれば、あの、ね、結構、まあ、当たり前パウダーなんて飛ぶからね、まあ、こういう感じでポンポンって、まあ、適当にこう落としてもらって、よいしょ。でまあ今表面しかついてないので、まあ、こぼれたとこ使ってまあ、まぶしていくというか、普通にねちょっとまとわせる感じ。あんまりがっつりしっかりつけなくていいです。あのこうギュッギュッみたいな、そうするとねちょっとこ味がココアパウダーなんて濃くなっちゃうんで、今だとチョコなんで表面ベタベタするんですけど、まあちょっとこう持った時にココアのパウダーついてるなぐらいな感じで大丈夫で、はい。ということでまあ盛り付ける必要はさらさらないんですけど、まあこんな感じで見えるかな、これで生チョコの完成です。で、まあ、友達に渡すときとか、学校で、まあ、学校は持ってていけないんだろうけど、多分、渡したいと思うんだけど、まあ、当たり前だけど、チョコなんで、めっちゃ溶けます、これ。だから、この時期でも、普通にカバンの中に入れたりしたら、がっつり溶けちゃうんで、あの、渡すんだったら、学校じゃなくって、まあ、友達の家とか、まあ、彼氏の家わかんないですけど、まあ、直接、持ってって、ください。あの、すぐ溶けるからね、本当に。っていう感じです。じゃあ、1個食べますか。久々に作ったけどね。まあ、こんな。普通ね、普通の生チョコですよ。いただきます。うん、おいしい。まあ、当たり前なんだよ、普通に美味しい明治のチョコ使ってるからさ美味しいんだけど、本当になんつうんだろう、こう柔らかい口当たりというかになってできますので、まあ友達に送るにしても、まあ彼氏に送るかわからないんですけど、まあ、ご家族にでもいいですけどね、ご兄弟とか、まあ、ぜひね作ってみてください。ではでは、ね、初めての試みでした。まあ、あれ昨日確か話したっけな、まあ、本当にね毎年自分がよくねお菓子とか作るんで相談受けるんですよ。普段料理しないんで簡単に作れるのないですかって言って、でその時には生チョコが楽なんでレシピ検索してごらんみたいな話をするんですけど、やっぱりこう普段料理を作らない方にとっては文字を見てもわからないんだよね、なかなか難しい。自分も最初そうだったし全然わからないからさ。だからまあ、今年もね、1月にメールをもらってて、まあ、せっかくだしと思ってね、まあ、単発でしたけど、こんな感じで、まあ、作るのもいいかなと思って撮ってみました。まあ、包丁最後は切るときに使いますけど、包丁もほぼね、使わないで済みますし、まあ、火をちょっと使うぐらい。で、時間にしても、昨日ね、やった作業、この作業含めても、まあ、1時間もかからないです。だから、勉強の息抜きとかでもね、いいと思いますので、まあ、もしよかったらね、作ってみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。